シャム・エルゲルジは、モロッコ生まれの中距離層の陸上競技選手であり、1500メートルと1マイル、2000メートルの世界記録保持者である。ハイペースを長く持続させて、後続を突き放し、逃げ切るスタイル。経験なムスリムで、競技を通じて得た、莫大な報酬を、貧しい人々の援助に使っている。モロッコにおける英雄的存在である。アテネオリンピックにおける、 エルゲルージ1996年、アトランタオリンピックで21歳ながら、大会前に5 0 0メートルで3分30秒を切ったこと、前年の世界選手権で銀メダルを獲得している実績から優勝候補に躍り出た。しかし、決勝のラスト一周になったところで、ヌールディン・モルセリの右足とエルゲルージの左足が接触、エルゲルージはそのまま転倒してしまい、惨敗した。 金メダルは前年の世界選手権に続き当時の中距離戦線で無敵を誇っていた世界記録保持者ヌールディ・モルセリだったその後の GP ファイナルでモルセリの連勝を45で止めた以来中距離層はエルゲルウジの時代となった1999年世界陸上競技選手権大会ではペースメーカーがいないにもかかわらず自身の世界記録に 迫るハイペースで終始レースを進め、フィニッシュでは大会直前に亡くなった国王に敬意を示すパフォーマンスを見せた。2000年シドニーオリンピックでアトランタのりを返すべく臨んだ。残りの700メートルあたりで先頭に立ち、ハイペースで押し切りを図ったが、この策に失敗。最後の100メートルで失速し、ケニアのノアヌゲニにかわされてしまう。 こうして97年 GP ファイナル以来の敗戦をオリンピックの大舞台で起死した。オリンピック記録を上回ったが銀メダルに終わった。2002年には12戦全勝し、アスレチックスインターナショナル誌、トラックフィールドニュース誌、アッテフスの年間男子最優秀選手三冠を獲得した。 2004年アテネオリンピック前に連勝がストップしてしまう。原因はアレルギー性の呼吸器疾患とされている。迎えたオリンピックの1500メートルでは残り800メートルで先頭に立つとペースを上げ、最後はバーナード・ラガトとの一騎打ちを制して優勝した。この時のラスト一周は51秒台だった。そして5000メートルでは終始、 スローペースでラストスパート勝負になった。そのため、1500メートルが専門のエルゲルージュアラスト一周を52秒台で走れた。驚異的なラストスパートを持つとはいえども、長距離専門の懸念にさべけれも振り切られ、オリンピック無冠から1924年、パリオリンピックのパーボヌルミ以来80年ぶりとなる1500メートル5000メートルの2冠を達成した。 2005年は休養し、大会には出場していない。2006年に引退した、アラビア語ラテン本寺、ヒーシェイム・エル・ガージア。ありがとうございます。